中国語カホリンテレビ。みなさんこんにちは、清水カホです。老师你好。你好。今回はもうすぐ中秋節ということで月餅を取り寄せてみたという回です。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。月餅についてと中秋節について簡単に解説をしておきましょう。中秋節、中秋節ね、日本でいうお月見でございます。この時期日本では月見団子をお供えして食べるなんていう習慣があったりしますけども、中国では月餅、月餅という月に餅と書くお菓子を食べます。で、じゃあこの月餅っていうのを中秋節なんで食べることになったのかっていう諸説いろいろあるんですが、面白いものとして一つだけご紹介しておこうかなと思うんですが、中国のね、ある戦をしていた時に敵に囲まれてて、でその敵に囲まれてると攻撃されるんだっていう話になった時に、その攻撃をされるのがどうやら中秋の名月の時のようだっていうことが分かったので、それを自分の敵に囲まれている外に向かって知らせたいと、こっそり。で、その知らせるための秘密の文書っていうのを、すごい大きいおまんじゅう、まあ言ってみたらお中元、お歳暮のように送るっていうふうにして、自分たちの窮地を知らせるっていうことをやったっていうような話が史実の中に実はありまして、逸話があって、で、それ以来秋の名月の時に食べましょうということが流行ったんだよっていう説。ちょっと面白いので、この説をしていこうと思ってます。あとなんでかっていうと、月餅っていうのは後で見てもらったら分かるんですけど、丸い形してますね、うん、なので一家団らんを表したりとかします。お月様の形を、かたどっていて、月餅の餅っていうこの餅っていうの、餅っていうのは、そもそもは小麦粉をこねて円盤状にしたもので焼いたもの、これを全部餅と中国では言うので、それのお月様の形をかたどったものですよということで、月餅というふうに言うようになってます。今年は9月の21が中秋節なので、うん、その日に食べるってことですか？あ、そうですね。中秋節の時期に合わせて、うん、それこそお中元のようにこの時期送ります。贈り物として。谢谢。3種類お取り寄せいたしましたので、一つずつ皆様にご紹介していきます。今回お取り寄せしましたのが、重慶飯店の月餅、それから中国茶専門店リム亭というお店の月餅を2種類、合計3種類お取り寄せいたしました。リムテイさんの月餅、かわいい箱に入ってやっぱり赤なんですね。そうですね、おめでたい感じです。これには3種類ですね、福六寿、3種類ですね。3つとも違う味ですか？そちらがハス？ハスって何？そうそうそう、ハス、中国ではね、ハスの実っていうのをよく食べます。うん、こういうお菓子の中に入れたりなんかしてね、食べたりもするので、美容にも良かったりして。ほら、断面、あー、いいですね。ハスなんて食べたことないです。形状だけで言うと銀杏みたいな感じかな。あ、味は全然違うけど、そういうのをちょっと蜜漬けにしてあったりとかして、それがスイーツの中に入ってたりすること。普通に甘いあんこな感じがします。甘いですよね。日持ちさせるっていう理由もありますけど、やっぱり甘み、甘味っていうのは昔から日本も中国も贅沢品なので、こういうのね、ガツンと甘い感じになると思います。リムテイさんとか重慶飯店さんもそうですけど、わりかし日本向けに少し甘みを抑えてくれたりしてるかも。食べやすいと思います。結構大きいですか、1個は？これはね、お配り用なのでミニサイズになっちゃうと思います。一口サイズっていうかな、ちょうどいいですね。こちらは何でしょう？ごまですね。あ、ごまね。ごまも中国好きですよね。あ、そうそう、黒ごまですよね。中国ってごまというと黒ごま。ごまはね、粒粒がちょっと入ってる感じ、ごまの。うんうん、体に良さげでしょ。おいしい。何でしょう？ココナッツですね。あ、おいしそう。白いですね。おいしいやつや。甘いですか？いや、そこまで甘くない。うん、ハスが一番甘かったかな。あ、多分ハスそのものが蜜漬けになってて甘いから、甘みが乗っていくんだと思うけど。ココナッツのその歯ごたえみたいなのあるんですか？ちょっとね、カリッ、ガリッ、うん、ちょっと感じられます。谢谢。
ジムテさん、もう一個がですね、こちらお花の可愛らしいお味がジャスミン。さすがこの中国茶専門店っていうだけあって、ジャスミン茶、中国で何て言いましたっけ、清水さん。モリファ茶。そうですね、モリファ茶ですね、うん、ジャスミンの柄が入ってます。これは香りがもしかしてするかな。確かにジャスミンティーの香りがすごい。ジャスミン、なのでこれを頼むときはちょっと香り系が苦手な人はやめた方がいいかも、うん、すごいジャスミンティーの感じが広がる、ふわっと。ジャスミンは中国も香水があったりとか、お茶として飲む以外でもいろいろ使われているのが中国のジャスミンですよね。谢谢。龍慶飯店のちょっと高級感のあるお箱で、はい、今度は黒ですね。龍慶飯店、横浜にあるだいぶ減ってる美味しいからね。四角い、そう四角と丸があります。あ、丸とあるんですね。龍慶飯店、横浜にあります。王道中の王道でございます。老舗中の老舗でございます。こちらはいっぱい入って、12個入り、6種類。どんなお味があります？あんこと、栗と、くるみ。くるみと、黒ごまと、うん、抹茶と、抹茶とココナッツです。じゃあお好きなものを。違うやつにするね。くるみ。お、黒い。くるみ。全部一緒じゃないですか、感想。くるみがゴロって入ってる？ゴロって入ってる。あ、そうなんですか？あ、ほんまや、ほんまや。あ、それは美味しい、ね。なるほど。あんのとこもくるみの味なんですか？あんもちょ、あんまあんこ、うん、でくるみがガーンってくるので。なるほどね、うん、すごいくるみ。ね、あんこっていうのも日本のこしあんとかとちょっとまた違う感じのあんになってるので、あの中国独特のあんなので、大福とかをイメージしてもらうと違うかもって感じですね。あ、なるほど。どう違うんですか？なんだろう、重いかな。日本中国のやつね、多分日本のあんよりちょっとザラッとしてると思います。あ、うん、先生食べてないのに先生の方がちゃんと説明した。食べ倒してるからね。そうですね。珍しいのは何だろう。栗？四角ですね。栗。清水さん、中国語で。リーズ。はい、很好。リーズですね。そういう感じなんですね。栗がゴロッと入ってるわけじゃないんですか、栗は。これはないですね。ってことはどっかにいるとか、偏っているとか。いないですか？探して。あ、いない。いない。じゃあ、やっぱり中に、細かく砕いて入ってんのかな？いないよね。いないですね、うん。じゃあ、あんこがちょっと栗風味みたい。うん、ちょっと優しいあんこ。な感じ。谢谢。はい、それでは私たちがお取り寄せしてみました龍慶飯店さんと中国茶専門店リブテイさんの月餅はこんな感じでした。来たる9月21日に備えて皆さんぜひお取り寄せをしてみてください。結構ね、いろんなところで通販やってるので、ぜひぜひ自分で検索しておいしいの発見してほしいです。そしたらまた私たちにも教えてください。ぜひぜひ。それでは先生ありがとうございました。老师再见。谢谢。再见。谢谢。はい、お取り寄せしてみました月餅、皆さん気になるものは何かありましたか？私はココナッツのが食べてみたいです。こんな感じでネットで簡単に注文してお取り寄せすることができますので、もし気になった方はぜひお取り寄せしてみて食べてみるのはいかがでしょうか。あ、回し物ではございません。この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。再见。バイバイ。